ハーバード大学マサチューセッツ工科大学ケブリッジはアメリカ合衆国マサチューセッツ州東部に位置する都市。チャールズ川を隔ててボストンの対岸に位置する。市名のもととなったイギリスの同盟の都市同様、全米を代表する大学都市であり、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学がキャンパスを構えている。人口は10万1355人。 2010年には10万5162人に増加している。ケンブリッジは1997年にミドルセックス軍の軍政府が廃止されるまでは軍庁所在地であるが、現在、軍の公務員は州政府の下で働いている。ケンブリッジは1630年に新京都たちの入植地として作られた町で、当初はニュータウンと呼ばれていた。当時マサチューセッツ湾岸には、 ボストンやニュータウンをはじめ、このような街がいくつも作られていた。その6年後、1636年には牧師を養成するため、全米最初の大学となるハーバード大学がニュータウンに作られた。翌々年の1638年、本国イギリスの大学都市ケンブリッジにちなんで、ニュータウンはケンブリッジと改名された。ケンブリッジは、 マサチューセッツ植民地の首都ボストンに隣接する農村として成長していった。独立戦争が開戦した頃には、ケンブリッジの住民の多くは、ハーバード大学の近くに住んでいた。住民の多くは入植した、新教徒たちの子孫であったが、中には不動産、投資、通商などで財を成したエリート層もいた。こうしたエリート層は、ザ・ロード・ツー・ウォータータウンと呼ばれる道に沿って、 豪邸を建てて住んでいた。独立戦争後、こうした豪邸は売却され、戦争の功労者たちの手に渡った。1792年にチャールズ川に橋が架けられ、ボストンとの交通路が確立されるとケンブリッジは急速に発展し始めた。1809年にはチャールズ川に2本目の橋が架けられた。川沿いの湿地帯は住宅地へと変わった。やがて市内に、 ターンパイクが開通した。ほぼ同時期に鉄道も開通し、ケンブリッジと郊外との交通路が確立されたことによって郊外の村も住宅地としての急速な発展を遂げた。1846年にはマサチューセッツ州でボストンに次いで2番目となる市への昇格を果たした。この頃、商業の中心地はハーバード大学のある ハーバードスクエアから現在のダウンタウンであるセントラルスクエアへと移っていった。1920年頃、ケンブリッジは人口12万人を抱えるニューイングランド有数の工業都市であった。しかし1929年の大恐慌や第二次世界大戦後の産業構造の変化の中で、次第に工業都市としてのケンブリッジの地位は低下していった。一方で、 ハーバード大学に加え、1912年にマサチューセッツ工科大学がボストンから移転してきたことも相まって、ケンブリッジは全米に名だたる学術都市としての地位を確立していった。1950年代以降、地の人口は次第に減り始め、家族が郊外へと転出する一方で、独身者や若い夫婦が増え、人口構成に変化が見られるようになった。20世紀終盤には、 ケンブリッジはアメリカ合衆国北東部で最も家賃の高い都市の一つであった。その家賃の高さゆえにケンブリッジに生まれ育ち長く居住するものが少なく人口の流動性が激しい。現在では市の人口の4割が独身者である。ケンブリッジは北緯42度22分25秒整形71度6分38秒。 北緯42.37361度整形71.11056度42.37361-71.11056に位置している。チャールズ川を隔ててボストンの対岸に位置する。アメリカが州国統計局によるとケンブリッジ市は総面積18.5平方キロメートルである。 そのうち16.7平方キロメートルが陸地で1.8平方キロメートルが水域である。総面積の9.82%が水域となっている。19世紀から20世紀初頭にかけては工業都市としての側面が強かったが、今日ではハーバード大学やマサチューセッツ工科大学といった大学が市の主な雇用種となっている。また、同市の教育。 科学研究水準の高さを生かしたハイテク産業も発展しており、数社の有名企業が同市に本社を置いている。ケンブリッジは、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学を抱える、全米屈指の学術都市である。この2校の他には、ケンブリッジカレッジ、レスリー大学、ロンジー音楽大学がそれぞれ、ケンブリッジ市内にキャンパスを構えている。ケンブリッジ市は、 公立の初等教育機関12校を抱えている。公立の中等教育機関は1校だけである。しかし、ハーバード大学をはじめとする名門大学への進学を目指す私立の学校が数多く存在する。ケンブリッジを含むボストン大都市圏の玄関口となる空港は老眼国際空港である。 ボストンのダウンタウンからわずか3トルに位置し、マサチューセッツ湾交通局が運営する地下鉄のブルーラインの駅もあるため、空港から市内への交通は大変自弁である。アセラエクスプレスをはじめとしたアムトラックの中長距離列車は、ボストンのダウンタウンにある南駅から利用することができる。同駅には、グレーハウンドや、 政権各社のバスターミナルも併設されており、ニューイングランド各地やニューヨークへのバスの便がある。ボストンの地下鉄のレッドラインは、ケンブリッジ市内に5駅を有している。郊外のエールワイフ駅は、レッドラインの起点であり、広大な駐車場を併設している。これは、パークライドと呼ばれ、ダウンタウンへの自動車の流入を抑えるために、設置されているものである。 郊外からの自動車通勤者やボストン都市圏への観光客は同駅の駐車場に自動車を止め、そこから地下鉄でケンブリッジやボストンのダウンタウンへ行くことができる。ケンブリッジのダウンタウンには駐車場は少ない。また、チャールズ川沿いにはサイクリングロードも整備されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人。 種別人口構生年齢別人高校生世帯と家族収入と家計ケンブリッジは以下の8都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。